はい、八王子駅ご通行中の皆様、大きな声でお騒がせします、参院選東京選挙区に立候補しております津田良次、津田良次でございます、日本改革党という党を立ち上げましたが、日本改革党なんか名前いいけどもうあるんじゃねって思ってたら、なんとなかったですね。誰も日本を改革する気もないし、必要性も感じていなかったということでしょうか。政治団体の届け出しておりますけれども、名前がやっぱりかぶると、この名前はもうあるよということで作れませんけれども、それだけで日本改革党という政治団体を作れました。そこそこ日本はいい国ですんで、別に改革する必要もない、と皆さん思っているんでしょうけれども、結構テレビ新聞は嘘をついております。嘘をつかないまでも自分たちに都合いいことしか報道しないっていうですね、側面がありまして、私どもこれまで合計4回NHK をスクランブル化しろ、 NHK のネット聴取を許さないぞというデモをやったんですけれども、4回とも300人程度の方がお集まりいただいたんですけれども、事前にですね、 NHK にこんなデモあるから取材に来てね、言っておいたですけれども、NHK はおろかテレビ新聞一切どこも取材に来ませんでした。もちろん報道も全くありません。これですね、11年前にあったフジテレビ抗議デモ、1万人が集まったデモをテレビ新聞が全て黙殺したのと同じ構図であります。11年経ってもテレビと新聞のこの自分に都合悪いことは放送しない、伝えないっていう体質は一切変わっておりません。NHK に都合の悪いデモをですね、 NHK が報道しないのは分かるんですけれども、どうして NHK と視聴率を取り合う民放が一切報道しないんでしょうか。おかしいですよね。ライバルの NHK の都合悪いことをどんどん報道したらいいじゃないですか。これはですね、新規参入のないテレビ村の住人というのがおりまして、 NHK 日テレ、テレ朝、 TBS、フジテレビ、テレビ東京、この6人しか村人がいないテレビ村でお互い仲良く都合の悪いことを隠蔽し合うテレビ村の仲良し立ち上がらであります。NHK の都合悪いことを民放は報道しない、民放の都合悪いことを NHK は報道しない、その構図は11年前と何ら変わっておりません。ここでですね、大きな声を出してもですね、まあ言うて1000人ぐらいしか、広まらないとは思います。テレビの力は巨大です。視聴率 1% でも100万人からになってしまいます。ですけれども私はいいのをやめません。テレビ新聞は自分の都合悪いこと一切報道いたしません。それとですね、数年前に私テレビ朝日の株主総会に出たことがあるんですけれども、在日韓国人の女性が殺害されまして、それでですね、テレビ朝日はなんと日本名しか報道しなかったんですよ。それについてなんで日本名しか報道しないんだ、本名
行動しなきゃ、お知り合いの方々、この女性が殺害されたって分かんないじゃないと、テレ朝の常務に質問したところ、なんかそういう質問があった場合の模範回答集っていうのを用意してきたと思うんですけれども、被害者が本名、通名で広く世間に知れている場合は日本名を報道することにしておりますと、こんな回答してきたんですよ。で、再度ですね、私質問しまして、そんなの本名と通名の両方報道しなきゃダメじゃんか、何言ってんのあんた、どうして本名報道しないの。で、質問返ししたところ、テレビ朝日のジョーンはその質問に答えられませんでした。なんかおかしいんですよね。私が11年前に薬事法違反で捕まった時は、起訴も決まってない段階からですね、顔と名前が全国放送されてしまいました。いや、いいんですよ、薬事法違反で捕まった人が全部、起訴も決まってない段階で全国放送されるんだったら光栄ですけど、なんで私だけその、放送されるんですか。ですけれども、フジテレビの社員がですね、痴漢とか横領で捕まった時は名前報道されないですよね。おかしいですよね、これ。というわけで、テレビと新聞は公平でも中立でも何でもないということを皆さんにお伝えしたいんですけれども、BPO 放送倫理委員会なんてものがありますけれども、あの人はテレビ局の OB たちが参加しております。でですね、仲間内で、早い話がテレビ村の仲良し村人の一人なんですよね。で、放送倫理委員会、つまり監督役、お目付け役もフルなんですもん。テレビと新聞を正す存在がいないんですよ。よくマスコミなんかは第四の権力なんて言われてますけれども、やつらもよく言うじゃないですか、腐敗しない権力はない、なんてことをしたり合うでのようで、やつらも言いますけれども、一番腐敗してるのはテレビと新聞の村人たちですよね。全くね、ちゃんちゃらおかしいという話でありまして、あとですね、嘘も嘘なんですけれども、九条は平和憲法っていう大嘘がまかり通っておりますけれども、あれをよく考えると、日本人は抵抗せずに武器を捨てそもそも持たないで黙って殺されてるっていう、そういうとんでもない憲法なのであります。私の選挙公報にこちらの方を書きました。約1000万世帯に9条は日本人は黙って殺されてるという法律です。書いてあります。1% の方がそれを見て、なるほどそうだよなって思ってくれれば10万人になります。2% がそう思えば20万人であります。私の口など私の拡声器などテレビ新聞に比べたらうんと小さいものですけれども、私はテレビ新聞が嘘つきだ、九条は平和憲法では何でもないということを訴えることをやめません。決してやめません。小さいですけれども、徐々にテレビと新聞の腐敗した権力を削っていきたいと思っております。今回参院選に出たのもですね、豊島区議会議員よりは国会議員の方が、声がでかくなるかな、本当のことを言って耳を傾けてくれる方が多いかなと思って立候補いたしました。
私の言葉はですね、まあ、なるほどな、思った方はぜひ私にご投票をよろしくお願いいたします。大きなお声でお騒がせいたしました。この後は南口に、ゆっくり移動してまたやりますので、皆様よろしくお願いします。撤収して南、車も移動するのかな。あ、閉まれば、はい、八王子南口、お休みの皆様、大きなお声でお騒がせしております。参院選、東京選挙区に立候補しております靴沢良司と申します。皆様、お休みのようですので、静かに喋りたいとは思いますけれども、私の公約いろいろあるんですけれども、9条廃止、まあ、どんな形で廃止しても構わないとは思ってるんですけれども、まあ、破棄するか、憲法自体を緊急で停止するか、それとも9条を削除しちゃうかなんてことを考えてるわけなんですけれども、まあ9条もおかしいですけれども、全文もおかしいですよね、憲法ってね。公正と正義を愛する諸国民の公正と中立を信頼して、日本は国際社会で名誉ある地位を築こうと決心したなんて書いてありますけれども、よく考えると何もかも人任せ、他国任せで国際社会に名誉ある地位を築こうって虫が良すぎやしませんでしょうか。この憲法の全文、全く何を勝手なこと言ってるんだ、こういうような内容でありまして、私は全文から全部なくしちゃった方がいいんじゃないかというような考えを持っております。昔からですね、日本には憲法と同じような性質を持つものがありまして、それは御言の理です。天皇陛下のお言葉が日本人にとっての憲法でありました。古くはですね、17条憲法なんていうのもありますけれども、あれはですね、天皇のお名前で出されたものでして、皇室が規定しない限りはずっとずっとまだまだ生きている効力を発揮している憲法であります。あと五箇条の御誓文なんかもありますけれども、あれをですね、天皇陛下自身が否定していない限りはずっとずっと効力を有している、日本人にとっての守るべき憲法であります。五箇条の御誓文にこう書いてありますね。万機公論に決すべしと、万機公論に決すべし、これ議論もしないっていう今の野党の態度はこれに反します。つまりですね、核保有に関しては議論もしないであるとか、憲法審査会をなんやかんや理由つけてサボる、立憲民主党、共産党、社民党、れいわなんていう連中はですね、このまだ効力を発している五箇条の御誓文、つまり御言の理に逆らう朝敵ということで、皆さんよろしいでしょうか。議論もしないってそういうことなんですよね。核三原則なんていうのがいつの間にかできてますけれども、
これどこでもですね文書化されたものではありませんよね。ねえ、しかも持たず持ち込ませず、あともう一つ忘れましたけれども、最近はこれにですね考えない話し合わないっていう2科目が、加わりまして、比較5原則とか言われちゃっております。これもですね考えもするな話し合うなあなんていうのはですね五箇条の御正門に反します。万機公論に決すべしに反します。で話し合わせない、話すな議論すな言うやからは全員朝敵ですんで、日本人全員でやっつけなければなりません。やっつける方法なんですけれども、やはり選挙で落とすっていうやり方がありますね。まあ、物理的にやっつけると、その昔の共産党のように、公安監視対象になってしまいますんで、でですね、いまだに共産党はですね公安監視対象から外れてない理由は皆さんご存知でしょうか。その昔ですね1950年代頃、何人も何人もリンチしたり、して殺してですね人を、暴動なんかも起こしまして、ただそれをいまだに共産党は謝ってないんですよ。あれは一部の落ちこぼれがやったことで本体は悪くありません、こういう態度で決して謝りませんので、いまだに公安監視対象のままでいるのであります。共産党は、共産党はですね謝ると死ぬ病気にかかっております。なぜ謝れないか、間違いだったら言えないか、それはですね権威と権力が分離していないからであります。自民党の政治家が何かやらかしたらすぐ謝って、じゃあやめます、大臣なんかもやめられるのはですね権威と権力が分離しているからであります。日本国を統治するのは権威、正当性は天皇陛下がお持ちでして、権力は天皇陛下が任命する総理大臣がやると、これはですねその昔の征夷大将軍の頃から何ら変わっていない立て付けであります。そういうわけで権威は天皇陛下がお持ちで、自民党は権力だけを持っているもんですから、すぐにですね、謝ることができるんですよ。自民党が謝って大臣を辞めても辞職しても権威には一切傷がつかないからであります。ところが共産党はどうでしょう。皇室を否定してですね党の綱領で皇室打倒を明確に、歌っておりますんで、まあ、共産党が権力を得た暁には皇室をなくすのは間違いありません。でですね権威と権力同時に両方持とうっていうのが共産党であります。で権威は間違いをしでかすとだんだん削れていっちゃうものです。傷がついて光っていた玉が濁るように傷ついていってしまいます。権威と権力が分離できていない日本共産党が決して決して謝れない、謝ったら死ぬ病気にかかっているのはこうした理由があるのであります。あとですね心の中では皇室壊したいって思ってる立憲民主党の菅直人や辻元清美、蓮舫なんかも謝ると死ぬ病気かかってますよね。これは権威と権力が分離しておらず、自分で権力も持ちたい連中だからであります。こんな連中に議席を与えてはなりません。あの人ら日本人とも限りません。私は日本人は全員親戚なんで、こういう秩序のある日本の社会になっているんだって思っております。日本は一つの個体であるという考えに基づいてですね、政策なんかも作っているわけですけれども、共産党議員、立憲党議員、
日本人かとかも分かりません、全然親戚ではないかもしれない、もし日本人だとしてもですね、日本という一つの個体の中に発生した癌細胞だと思っております。これはですね、敗戦、終戦で日本という生き物の体力がうんと落ちてしまって免疫も弱まった時に発生した癌細胞、これが共産党や立憲民主党といった左翼連中だと思っております。癌細胞は切り取らなくてはいけません。そのための抗がん剤が我々であります。何も難しくありません。本当のことを言い続けていれば癌細胞は弱ります。私はそういうことでですね、決して共産党と立憲の左翼のテレビの新聞の悪口を言うことをやめません。豊島区議会議員は全員私よりも前任でした。私が一番邪悪な存在でした。共産党議員も公明党議員もですね、誰しもが私よりも100倍前任でですね、弱い存在を放っておけない、救いたいという人ばかりでですね、そんならそのような数だったら自分自身引き取ったろうかって私は常々思っておったんですけれども、上の方は全然ダメであります。立憲も共産も上の方は全然ダメ、上に行けば行くほど嘘をためらわない、こういう連中です。下は善人です、私より。上は全然ダメです。というわけで私は、立憲と共産とテレビ新聞の悪口をこれからも言い続けますんで、皆様応援よろしくお願いします。